安倍監督、パワハラ報道を気にして懲罰を禁止にしていた。当時は安倍指令の下、罰走や懲罰ノック、丸坊主の矯正までやっていましたが、一軍監督になってからはかなり穏やかになっています。そういった過去のパワハラ報道を気にしているようで、鬼指導を封印して選手をサポートしていますよ。スポーツ紙デスク。来季へ向けて内野のポジション固めにも着手。安倍監督は10月に11日に日本テレビ系のスポーツ情報番組に出演して、門脇誠をショートとサード、岡本和真をファーストで起用する方針を初表した。中田西武山川ソフバンか。丸くなるにはまだ早くね。40前半やこういうのは60超えると丸くなるんだけどな。朝芸、現代、夕刊富士、東スポ、新潮ここら辺は信用ならん。国母も心配や、あの人もなかなかに厳しいからな。中田は雰囲気悪くするだけだからな、殴るし。なお大城にはバントさせる模様。罰橋、懲罰ノック、強制丸坊主の五感の良さよ。絶対嘘記事。原監督で飯食わせてもらってた週刊誌が今度は安倍になるのか。週刊誌は一生飯食うのに困らんな。ご視聴ありがとうございました。